こんばんは。日時本日とスターバックスのブランドディフラペツイングボットアートスペシャラメルオールドファッションビサンショー食べていきたいと思い、またしてもスタバからもな商品が登場。お楽しみに。夏でピカのパリとした甘さが楽しめそうです。ではまずケーキから食べていきたいと思います。背の話でくらぶし本気にな場所がどこかわからない。では早速食べていきたいと思います。いただきます。スタバの新作も桃の優しい甘さがじゅわーっと広がってきた。下の方にあるクッキー生地もタクッとしているのがいいですね。しかし一方でなーと思う部分もあり、そしてキャラメルオールドファッション、なんだろう、スタバのオールドファッションって何気に初めて食べる気もするな。いや、そんなこともないか。うん、どうなの。そして今回の本命フラペチーノは、おお、さすがですね。夏に飲みたくなるじゅわーっと広がる優しい甘さと果肉の食感が、冷たさで心地よくなった体に染み渡る。やっぱり夏はやスタバのフラペチーノで癒されるのが一番いいかな。はい、それぞれの商品について詳細な解説はこの後すぐやります。最初に食べたボタンアリの木は、糖果肉の食感と優しい甘さ、そして下の方にはサクサクとした食感が美味しかったのです。アンレイの香りはちょっと弱かった。紅茶ミルクで食べると、ちょっとがっかりされるかもしれません。わて、次に、キャラメルドーナツの苦味がい味わいと甘さが、テスティーボールのオールドマッシュで、ポカシャンが足りなかったです。ウエストボーガスは、下の方が好きなのですが、今日はさっきりしてる方が好きかもしれませんって言える。ね、最後に飲んだ、とフラペチーノはレイケーキとこの優しい甘さが口の中にすっ溶けていくように広がって美味しい。ラブって言うべきだ。本当に桃のアイスとかけてる。というわけで桃の愛が伝わったのと、このピーチチーノが桃の優しい甘さを中にいっぱいに広げてくれて一番美味しかったので、代表として5点とさせていただきます。それでは本日もありがとうございます。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただける、動画を拡散していただけると嬉しいです。ではまた次回の演目でお会いしましょう。終演。